対局は難波に入りました。親は水巻、虎がリャンワンで、どうでしょうか。リャンワンにも見えます。こいつがやや多めのハイパイでした。水巻。そして今上がりを決めた山口。いや、いいな、すごいですよ。あ、総図光景マンズもすごいな、これもう十分ですね。急走から9万でも打点的な魅力もあります。そしてトン、なんだこれ、すごい、こっちの方が楽しみじゃないですか。これ少数者ある。そうですね、すごい。滝沢ドラドラ、こちらも、わあ、白ハンコだ。あら、トイトイもね、見えますね。みんな水巻もパイを重ねてチートイツへ向かう。ペイは持ってないんですね、うん、キャラ急走でいいですかね、これは。さあ、ペイが来た、来た。ダメ、俺やめましょうだ、法律もあるから。そうですね、これ小数字1本絞ると満足になってたもんね。連綿ですが、ここは本一も睨んだ木原の構えか。さあ順調にパイを重ねる水巻、イーシャンテン。まあこういうのペーペーペーって先に切られちゃうともう終わりますからね。ああ、確かに確かに、こういうふうに、はい、今重ねれば当然本人もそのね上がりを意識している。滝沢のこの手配をどうするか。でもやっぱり1個あんこにしないと上がりづらいですよね、こういう手は。ああ、チートイツ絞った。ヤンマンがもう実はないんですね。これ楽でしょ。ヤンマンは気軽としてはシャーチャですから一番。これは良かったですね。トンからじゃなくて良かったですね。さあ、ナンもトンもナンは滝沢が持っているが、スーピーかな、チーマンかな。マンズが高いね。マンズ払いましたね。山口がこの手で、はい、自分の下茶にマンズがいるんですけど、どう対応するかっていうのは、はい、ただね、あの対応しなくていいんだけどね、本当は、うん、そうだけどどう決断するかっていう見ものですよね、うん、行くのかそれとも多少なり受けるのか。さあ、何が泣けた。水巻の目が、目がね、今ちょっと腹に向きましたよ、うん、足を筋狙ってる。ドラ受けまず嫌った。そうですね、水巻の目が今すごいすごい眼光でしたねギラッと。さあ、こういうパーマンですね。まあまあ、これは使い道があるからね、まだ普通に収めていいんですけど。これでも水巻目線は気持ち悪いですね。自分がトンボ持ってなくて、脇二人が単品みたいな姿勢してるのに。確かにトンボ見えてないと。うん、まあピンズの両面からね、序盤からいきなり払っていって、さらに、あ、しかし、あ、ドラタンキリチ、これは山にはないんですが、相手はどう対応するか。山口もちょっとこれは対応しちゃうかもしれない。水巻ノーミスのチートイツですよ。すごいですよね、こんな選びにくい状況で。そうですね、ピンズのチーピンなんかもね良さそうだったんですけど、これマンズローワンとかスーワン投げるとチーが入っちゃうかな。まっすぐいけるかどうかですよね。いや、ちょっときついでしょこれね、見づらい。トップ目の山口、ロケーションもローワンですか。これをチーを入れられる、さあ、これ行きやすいんですよね、両方数字なんで、まあ、3万だけ気持ち悪いですけど。裸短期のね、100万テンポありそうですよね。でも生きてるから、いや、水巻トーン掴んでペー短期ありますよ。これリアンマンがゼロですもんね、さあどうするか。もう当然出るパイではありません、ドラ。見えてる側の僕らは随分気楽なもんですけどね。そうですね、ちょっとワクワクしてるぐらいな感じがありますよね。いや、あるよこれ、ある。トン2枚山ですからね、ペイも2枚山。うちはレアソー動けず。これ山崎、あの山口挟まれちゃってるんですよね、安全牌が自分の中でマンズしか持ってないんですよ。当然ね、あの、まあ、少数手もあるかもぐらいで、普通にワンズの本一で当たる可能性十分ありますもんね。そうですね、ローワンと言って、これだって山口あれですよ、この間に木原がペイ引いたら、次自分がペイ持ってきたらペイ打つぐらいの手ですよこれ。ああ、そう打ちますか。ええ、もう自分打つ牌がないんですよ山口の手に。上に打つぐらいだったら1枚切れのペイ打った方がいいんじゃないのぐらいの。ああ、マンズになっちゃうんだこれ。マンズはちょっとどうだろうな、スーピンあたりかな、早くしまって。マンズ打つってことはもう回復はないですよね。さあ、いや、トンとペイのどれだけ浅いか深いか相当重要ですねこれ。ただもう木原以外だとあれですよね、滝沢が
切り込めないと本当に山と木原の勝負みたいな。うまん、これも厳しい。3万手から出てきましたから。ああチートイツに組み替えた、うん、さあトンドの行方は。でも木原ローワン周りくっついちゃったらペイ切るでしょうね、さすがに。もう満貫テンパイで妥協、周りが受けちゃってるの分かってるんで、ね、まさかこんなに山にトンもペイもいるとは思ってないでしょう、ね、こちら来た。さあ滝沢プレーキング、滝沢のとこで良かったですね確かに。だって2分の1そうですね。ですからね今。さあ山内はローバン投げなかった時のやつを追いたいね。トモ流れて。ああそうですね。スーワンローバンを自力で引いてるとペータンキーになってるし。もインシャンテンに復活しておりますが、どうでしょう、残ってるパイはどれも厳しい。トンペースピンきついですね。でもキューピンか、キューピン。滝沢も安全牌はないんですね。うん、あ来た。さあ小数進展パイ、来た来たこれ。山に2枚、これ2枚生きてるんですよ。すごいなこれ、なんちゅう局面だ当然もうみんな水巻はね、本当もうね、ペイだけは。いやいやこれどうなんだよ、あるわ。で水巻き上がれないもんね。そうですね。まあ、山口が滝沢がね打たない限りはまず打つことはありえない。山もまだ残ってるからねこれ。いきなり1回戦からこれですか。あるのか。ペイはどこに。これもう坊主めくりですよね。そうですね。怖い怖い。水巻きもう気が気じゃないよこんなの。さあどうだ。うわー来た来た。木原少数し来た。これは8000、1万6000の上がりとなりました。一気にトップ。